ようございます。おはようございます。今日は、はい、ここ、こうちゃん、ね、カメラしてもらってるこうちゃんの家の実家ですかね、はい、実家に来ました。はい、なんかバーベキューしてたんですか、ここでちっちゃい頃。いや、そうなんですよ。いや、20代の頃もバーベキューしたし、うん、おいよ遊びきよったもんね、そこでなんじゃ、知られたそこの倉庫みたいなのに、ま、何しよったらマージャンやんな。マージャンゲームもしよったよね、桃鉄とかしたりも、よう遊びきよったちっちゃい頃、もう35年ぐらい前、で、そのこうちゃん家の実家の池があるんですよね、はい、そこを今回お掃除をしようかなと、うん、ありがとうございます。で、今日は池掃除をしたりして汗をかいたり汚れると思うんですが、はいはい、こちら、いつもお世話になってるサロニアさん。いやマジでいつもお世話になってます。ありがとうございます、はい、こちら、シャワーヘッドをいただきました。はい、はい、ありがとうございます。うわー、いいねー、シャワーヘッド。シャワーヘッドもあるんですね。これ今開けてもいい。開けてもいいですよ。じゃあ開けさせてもらいます。はい、これ、僕いつも、このいただいて、ちょっともう一個2つもらって、1つちょっと自宅で。あ、もう使ってるの？ここ最近使ってるけど、はいはい、あのね、感動した。あ、そうなんだ。すごい、もうね、ここまで綺麗ですね。シャワーヘッドで進化したんだって思います。なんかめっちゃ気になる。シャワーヘッドはもうシャワーヘッドやろって思いよっけ。シャワーヘッド以外にもなんか入れるとね、ついてますね。それ、そう、そう、それ、あー、それね、それもすごいよ。ブーストケアタブレット。そう、まあ、それは後々ちょっと。あー、マジで。タブレット、タブレット。マジで。うわうわ、こちらさん、あの、そういうこと。そういうこと。いや、シャワーヘッドはシャワーヘッドやろってずっと思いよった。開けますね、はい。こっちホワイトですね。あ、なるほど。色があるわけですね。シルバーがあって、はいはい。いや、俺ね、この説明見て分かったさ。なだけこれが重要になってくるもんね。そうそうそう、やっぱそうやろ。僕たち、釣りよっか、佐賀よっかは基本外撮影が多くて、はい、日光とか汗で頭皮ケアしないと思うんですよね、小玉さんもね。はい、ちなみに、はい、昨日ドリフトの撮影で、うん、ドリフトでもう煙状になったタイヤカスが飛んできて、うん、顔とかちょっとこうやったら真っ黒なとさ、うん、で、昨日シャンプーね、3回やっても黒い水が出て、もう4回やってやっと黒水がなくなったぐらい汚れる。そんな迫ったよ。で、サロニアさんの商品はいつもお手軽価格なのに、はい、機能性がいいから普段使いさせてもらってます。で、こちら、後ほど掃除が終わったら使ってみますかね。はい、で、多分ジョレさんが見たいのはそこにそれぞー、これ1回1回。うわー、でもすごい、ちょっとこいね、まだ、生気味な。俺もこれ読んでちょっと感動したもん。いや、シャワーヘッドはシャワーヘッドやろと思ったけど、これ読んでなるほどねと思った。はい、こちらサロニアさんの、まあ、後ほど紹介していきたいと思います。はい、なので今日は皆さん、池の掃除をしてたっぷり汗をかいてもらいたいと思います。はい、楽しみやな。すごい、マジで。あのね、ずっと使ってて思ったんですけど、うん、ベッドとか枕も毎日使うじゃないですか。あ、ね、シャワーヘッドも毎日使うじゃないですか、うん、やっぱそこにお金かけるって大事なんだなと思って。そうね、そうね、毎日使うんだ。俺もね、毎日使うもんにはね、金かけ。この間ちょっと高めのソファー買ったし、ソファーとかベッドとか毎日使うものは俺高いの買う。はい、こちら、はい、ツモです。ちなみにシャワーヘッド、ペットにも使います。え、マジで使います。で、こちら、池。はい、はい、ごちゃんちの実家の池でございます。ちっちゃいね。まあ、ちょっと見た感じ、ちょっとくすんでる、水くすんでるけど、うん、まあ、綺麗っちゃ綺麗やけど、多分すごく沈殿してると思うんですよね。そう、しとる。じゃあ掃除していきますか。掃除していきます。はい、なんかこれ切っていい。うん、切っていい。あそこに持ってきてもらって。おがんで切っていいっていうか、切ってぐらいやった、ね、もう切りたいみたいな。かっこ立派すぎて、なんか、うん、外観広がるかな。あ、まあ確かに。あ、そうね、今ちょっと閉鎖的になったもんね、池がね。このピーラインみたいなのもついてるやろ。こうちゃん、豆壺、豆壺、芝日記やったっけ。もうやってないです、あんまり。豆芝じゃなくて。あ、夜ピーラインは切るよ。うん、でもこれ相当重いんじゃないですか。いや、重いと思うよ、切るの。いや、軽い。あ、じゃあ、いくよ。ちょっと待って、ちょっと待って、重い。あ、重いよ、絶対。生木焼け。あ、大丈夫。大丈夫。結構重い。一気にいくよ。おお。無理だった。無理やろね。いや、こちら雑草と池の植物の境の分からん。あ、池の植物もともとないけん。
全部蒸してよかった、うん、いい感じのシダ植物灰これ。そう、俺も思ったけど別にいいって言うと。ね、綺麗です何が砂があまりそこ沈殿してませんあ、そうね。なんでかっていうと、あるよ、こっちある、結構あるよ。なんでかというと、環境がいいから。環境がいいから俺、この泥取りたか、ね、ああね、いっぱいある。ここ、水が入ってくってこのもう塞がれとってさ、8割ぐらい、うん、うわっ、すごいヘドロやね。でもここだけちょっと寄りたかった。高さん寄れた。これもう、ちぎってポイポイってここに浮かべて全部網で集めて。そうね、確かにそっちが早そう。あ、確かに。これだ、取るよ、もうこういうのも。いいよ、もう抜いていいよ。見て、これドキつくる。それ粘土やだからよ。ほら、こんなで。うわ、やば。こいよさ、小学校の頃さ、葉っぱとかね、学校でしよったあかんな。こいつピッてってくるくる回って、もう丸く回って回って、こいつずっとしよった、ちっちゃい頃やんどんやよ。ぐる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 。俺もずっとしよった。やんねえ、俺小学生こんなもんやろ。あ、いいよいいよ、めっちゃいい。あ、いや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 、これは綺麗、これは綺麗。ポンプ一色ポンプ全部いい。ポンプでゼヤーッてしたら一瞬で切れないよ。え、そうヒドロ上がろうね。何やろうね、小葉中にどんどん、うん、いいよいいよいいよ。小葉どんどん中に突っ込んでさ、うん、ゼヤーッてしたら、ここ中ヘドロいっぱい溜まっとったけ、うん、そっちにね、ちょっとずつこれを出しながらこう入れていく。ほう、ふぅ、楽しみ。でもあっちで見る役目も楽しそうやな。そうね、こちゃん、はい、これ直したけんね、小玉さんとこの前直しよったやつね。2個1にしました。2個1、何がダメやったの。お互いダメやった。ダメなとこ、ダメダメで、うん、キャブがダメで、そこから水が入ってもうエンジンもダメになってました。あ、エンジンすぐかかったね。そりゃあもう整備しましたね。得意げやね。得意げやね。ちょっと直したら、ちょっとはめたら、ちょっとはめたらバチッとやったんで重いね。おっ、へんって線でいいもん。うわ、穴という穴を開通させたけ。うわ、あれはーい、あー、キヨキヨ、めちゃくちゃリンゴついた。溢れるじゃない。溢れる。もう溢れさせよう。あ、ありがとう、ちっヘドロンチュ、水位が高くなってもえらい。あ、寒った。あ、溢れた。ふやふやふや。あ、雲が出てきた。溢れためっちゃ出よる、めっちゃ出よる。気持ちいいね。うん、気持ちいいね。洗濯状態だけ、今度から流れもめちゃくちゃ速くなるよ。ああ、そっか、うん、普段から綺麗なのがバーッと、ね、パイプの半分ぐらい。いや、もう8割ぐらいいっとった。あ、ここら辺まで来とって。いやいや、違う、一番最初はこんくらいの穴としたら、こんくらいヘドロが溜まってた。で、手前だけこう取ったさ、うん、でもこう手が届く範囲やけん、うん、今はもうそれがじゃんじゃん、これが綺麗になるまで放置しようよ。放置しよう。そうかね。ほい、もう中のヘドロ取れたけん、ここやる。なるほど。もう明らかに変わった。ほら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 、もう綺麗な水が出だした。ほんとや、食べた。いやー、楽しい。さあ、じゃあ洗うよ。はい、うぅ、やばかね。これめっちゃ入ってきた。逆流しよっとか。あ、そういうことか。こっちが水位高いけん。
笑いきれいになったやん。笑いきれいになった。これ水透明になったら綺麗だろう。ねえ、ねえ、まあでもこれゴミ取ったら今日はもう終わりでいいんじゃないこれ、ね、そうね。うわヘドロ出ていっと、出ていっとんね。さあこのパイプの中も全部ヘドロ取ってもらったということで、はい、お掃除終わりました。はい、まあそこの方はもう綺麗かったです、うん、はい、周りはあのポンプとかでブラシで綺麗にするだけでだいぶ変わりましたね、うん、濁った水が、ね、もうめっちゃ綺麗なんだ。この水が引いた後また見ようかなと思います、うん、はい。いやー綺麗になったね。ねえ、決まったものの3時間ぐらいで、うん、なので一旦帰って、はい、この汚れた体をちょっとサロニアさんからいただいたシャワーヘッドを使って、はい、綺麗に流してで後日またちょっと見に来ようかなと思います、うん、よし帰ろう、はい、はい、一旦お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、釣岡事務所戻ってきました。お掃除お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ汚れましたね、汗もかいて。そうね、はい、でここで、冒頭でも紹介したサロニアさんのシャワーヘッドを紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと今もう取り付けてるんですが、あ、こちらですね、はい、それをちょっと画面に見せちゃってください。はい、はい、はい、こちらがですねサロニアファインバブルクリアです。はい、僕たちもそうですけどやっぱ男性も年齢を重ねるほど、はい、頭皮の匂いとか体の匂いとかって気にするじゃないですか、はい、になったりするじゃないですか、はい、でこちらのサロニアのシャワーヘッドなら匂いの元になる汚れをすっきりきれいにできるんだって。はい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 、はい、シャワーヘッドで頭皮ケアができるっていうのはすごいですね。ですね、はい、でサロニアのシャワーヘッドはウルトラファインバブル搭載で、はいはい、毛穴とか髪の毛一本の細さよりももっと小さい、うん、顕微鏡でも確認できないくらいの超微細な泡なんだって。おー、相当小さい泡なんですね、うん、でこの泡はマイナスイオンを帯電しているから、はいはいはい、プラスの電荷を帯びた油汚れなどに吸着して、はい、で中和して汚れを落としやすい状態にしてくれる仕組みなんだ。なるほどなるほど、うん、マイナスとプラスでくっついて、そう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 、落とすっていうことですね。いや匂いの元となるその汚れを落とせるっていうのはめちゃくちゃいいですね。そうですね、なんかいくらシャワー浴びても元があったらですね、うんうん、そうね、汚れが発生してしまいますからね。はい、ちなみに汚れに吸着した気泡は内部の圧力が高圧になっているから、その気泡が破裂する際に極微小のジェット流が発生して付着した汚れを剥がし落としてくれるらしいです。なるほどね、はい、しかも普通の泡は表面積が広いからすぐに消えてなくなるのに対して、うんうん、一般的にウルトラファインバブルは超微細な泡だから水の中にしばらくとどまってくれるらしいです。あ、ね、確かに確かに、うん、ちっちゃいからなかなか破裂しないんですよね、はいはい、うん、だから超微細な泡を含んでいるおかげでお肌と髪の毛の水分量もアップしてくれるらしいです。で特に、これからの季節は乾燥しやすいから、うん、それで毎日ね、やっぱお風呂で使えるのはありがたいですね。うん、いいですね。すごいね、うん。で、このファインバブルクリアはいくつかモードがありまして、はい、ジェットモード、はい、フェイスミスト、はい、ボディミストの3種類があります。うん、で、用途に合わせて、モードを変更して使います。はい、じゃあここかな？一番左がジェットよね。はいはいはい、じゃあちょっとジェットモードを、はい、してもらおうかな、出してもらおうかな。はい。はい、あー、なるほどね。はい。これでしっかり頭皮まで。はいはいはい。こう、勢いがいいですよね。はい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 。中心から出てるわけですね。はい。僕はこれをちょっと最近ずっと毎日使ってますけど、これで頭洗うとめちゃくちゃ気持ちいい。確かに。うん、ガーッと、ね、この、なんだろう、うん、細いというかね、そうそうそう、水圧で結構気持ちいい。うん。頭皮マッサージじゃないけど、うん、気持ちいい感じになりそうですね、これ。汗かいた日とか頭皮までしっかり洗いたいっていう時はこのモードぴったりです、うんうんうん、で、次、フェイスミストモード。はい、これね、これちょっとビビったもん、はいはい、家でした時。はい、どうぞ。いいですか、はい、来ますよ。うわー、触ってみて、手で。おー、ほっか、見えるカメラ、カメラにも見えんくらいだ、見えんくらいだね、うん、もう細かくてすごい、ミスト、ミスト、はい、あのやっぱ顔だから、うん、フェイスミストモード、普通のシャワーの水圧だと、うん、肌に負担がかかるっぽくて、
そう、ミスト状態だから肌にめちゃくちゃ優しい。優しいやろね。で、サロニアのはあったかいから気持ちいいんですよね。ああ、そうなんだ。顔の皮膚っていうのはものすごく敏感ですから、うんうんうん、で、次ボディミストモード、はいはい、真ん中です、ね、はい、はい、これは広い面積で水が出ます。はい、来ます。ただ全身ですね、全身に使います。あー、はい、あー、なるほどね、はい、シャワーという感じのシャワーです、ね、そうです。で、あとね、塩素除去カートリッジがセットになっています。塩素除去、はい、塩素って髪の保水力、うん、保湿力を下げたり髪のキューティクルを傷つけることもあります。ちょっと、あ、なるほどね、あの、開けてください、カパーって これですか。下の段ですね。それです。はい、はい、それです。塩素除去までできるんだ、はい、すごいね。で、これがあるから塩素刺激を抑えて肌と髪をいたわってくれます。はい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 。そして先ほどからこれ使ってますが、うん、これね、やっぱ手元のストップ、スタートストップボタンっていうのは、はい、このボタンもやっぱね便利ですよね。うち、あの、お湯と、はい、俺もそう、私もお湯とね、水のさ、2つのやつをこう調整しながらね、うん、微調整したりするんでですね、そうそうそう、そこで止めちゃうとまた一から調整し直しになるんで、はい、ここのね、ここで止められるともう、うん、調整したのがそのまんま出せるっていうかね、めちゃくちゃ俺最近ね、はい、ちょっとね、お風呂が楽しみだもんね。で、次に、うん、重炭酸タブレット、重炭酸タブレット、はい、もう6錠ついてます。で、はいはい、こちら何かというと、シュワー、炭酸、そう、自宅で炭酸ヘッドスパ、体験がスペシャルケアとしてできます。はいはい、すごっ、はい、こちらですね、ほら冒頭にあの、はいはい、ああ岩井さんが、そう、何これって言って、ね、ブーストケアタブレット、そう、炭酸美容っていうのが最近流行ってるらしくて、うんうん、それをシャワーで全身に浴びます。はいはい、はい、で、さっき説明したウルトラファインバブルもちゃんと汚れて落とせるけど、うん、これを使って週一のサロン気分が味わえます。ああ、なるほどね。頑張ったご褒美としてね、はいはいはい、週1回。じゃあ児玉さん、この透明のボールに、はい、じゃあ、さっき開けたじゃないですか、はいはい、カートリッジ、その上ですね、はい、これ 逆、はい、はい、逆回転になってるかな、はい、そこにですね、タブレット入れる場所があります。あ、確かになんかスペースがありますね、ここに、はい、タブレット、これはもうこのまんま、はい、カチャッと入れてください、はい、はい、入れてください。で、で、そう、ジャックと、はい、いたしますよ。はい、どうぞ。おー、なんやら白く出てきましたね。うわー、出てるでしょ。ほら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 、もうなんか、うわー、すごっ、炭酸、ちょっと触っていい？はい、重炭酸。あーねー、ちなみにミストモードにもしてみる。そうね、で、細かい泡出そうじゃない？いくぜ。はい、うわー、うわー、すげー、気持ちよさそう、これは。うわ、細かいな、細かい泡が、あー、ほらほら、あ、シュワシュワ、あ、シュワ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 ってやる。うわ、すごっ、いいです ね、 これご褒美にいいよね、うん、これを全身に浴びれます。本当に、はい、こちらのシャワーヘッドですね、はい、しかも節水できます。ああ、うん、なるほど、はいはい、いいこと尽くしですね。でしょ。で、あと写真見たらペットにも使えるんですよ。ああ、うん、そうなんだ、はい、でもペットも合わせてね、家族全員で使えていいですね。そうね、こちゃさんちのつもくんもシャーッと、うん、いいね。じゃあ早速使っていきますか。はいはい、まあ、うわー、はい、あれですね、気持ちよさそうですね、はい、じゃあ調子にお願いします。はい、あー、いいですね。これ最初使った時ね、はいはいはい、まるで腰まで届いてるんですよ。うーん、このね、狭い範囲をね、うん、強い水流でやっているのをめちゃくちゃ好きでね、あ、奥まで髪の毛がね、はい、ちょっと分厚いんですわ、私、はい、それで普通のシャワーじゃ中まで届かんけん、あ、これはいいですよ、頭皮まで届く感じがして、うん、今のウルトラファインバブルもこれ入ってるってこと？はい、そう、サイズ、あ、この短縮モードがあるけど、はいはい、ウルトラファインバブルは全部、はい、ファインバブル入ってます。いやー、ウルトラファインバブル搭載のジェットオーブン水圧が、うん、めちゃくちゃ気持ちいいですね、これ。あ、この辺がね、これね、やっぱ匂いの元となるんでね。確かにね、はい、ちょっと一回ミストをさ、うん、顔にかけてみて、ひとしむくめちゃくちゃ気持ちいいってこれね、うん、バフー、めちゃくちゃ、あー、めちゃくちゃ気持ちよかろ。もうそれがたまらんちゃうね。
柔らかい、うん、で体を洗うときは、真ん中部、はいはい、ちょっとね、はい、そうそうそう、でちょっと上がった後、ちょっと頭皮の具合とかを見てみましょう。はいはいはい、はい、ということで、はい、お風呂上がって、シャワー上がってもらいました。さっぱり気持ちいい、はい、で今回こちら、あの、はい、マイクロスコープをお借りしてて、はいはいはい、児玉さんがシャワー浴びる前の写真も撮ってます。はい、でその後のこのアフターを見てみましょうね。はいはいはい、はい、まあ41歳男ですから、まあ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 ね、娘にも臭い臭いと言われ、やだね。あーあーああ、はい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 、ちょっと写真何枚か撮ってみましょうね。あ、シャンプーはしてないですね。シャンプーしてないですね。シャワーだけで、やっぱ、はいはい、ウルトラファインバブルだっけ、はい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 、それの力を信じてみました。はい、子供のこれ、これがビフォーで、前の来たな、なんか髪の毛がツヤツヤ、髪の毛がツヤツヤしてらん。そうですね、やっぱ違う、うん、違う。あ、で、その後アフターはこれか。ああ、ね、テカリがない。はいはいはい、シャワーだけでしょ。シャワーだけで、うん、クリアになっとるね。うんうん、全然、あ、違うわ。シャワーだけで油汚れも、はいはい、うん、油ぎっしゅなのがちゃんと落ちてる、ね、すごいね、ちゃんと一つの毛根から二つ入ってる、ね、そう、俺も今それを見てちょっとホッとしてたでもこの、こういう時にケアしとった方がいいんじゃない、はい、そうね、はいはい、まだ元気な何本もあるうちにねで、こちらの、シャワーヘッドですね、はい、これだけいろんな機能がついてて、はい、自宅ケアができるのはものすごいいいですよね、はいはい、でサロニアのシャワーヘッド、塩素除去カートリッジと、はい、重炭酸タブレット、はい、6畳がついて税込み 23,760 円のところ、はい、今回特別に 25% オフで 17,800 円で手に入ります、うん、はい、今回も特大キャンペーンですね、また、うん、もう大盤振る舞い、はいはい、我々で男性だけじゃなく、うん、女性たちにもヘアケアをね、はい、ぜひ試していただきたいですね、はい、もちろんです。いや、いい汗もかいて、はい、シャワーヘッドでスッキリして気持ちよかったですね、はい、まあ、僕は自宅に帰って使いますけど、はいはい、サロニアファインバブルクリアがあれば、はい、自宅で継続して頭皮ケアがですね、はい、できますので、はい、ぜひ皆さんも試してみてほしいです、はい、で今回、ご紹介した、はい、サロニアさんのファインバブルクリア、はい、これからの季節乾燥していくので、はい、めちゃくちゃおすすめです、はい、で一つあればですね、お風呂はみんな、うん、あの共有してると思うので、はいはい、あの一つあれば家族みんなで使えるので、はい、ぜひおすすめです、はい、で気になった人は概要欄をチェックしてみてくださいということで、池掃除でしたけども、はい、まだ池のアフターが、うん、出てないと思うので、ちょっとまあ、今日この後か明日、はい、ちょっと水がクリアになっているところ様子を取りに行きたいと思います。はいはい、はい、ということで翌日でございます。はい、もう見た瞬間めちゃくちゃ全然違うね。全然違う、めちゃくちゃ綺麗になったね。でなんか、うん、うちの方が剪定とかして、そうそうそう、兄貴がね、ね、してくれて、うん、まだ外観がまださらにスッキリになりますね。乗ったね、なんか見違えるね。見違える。それでは、はい、おちゃんちの実家の池掃除完了でございます。ありがとうございました。サロニアさんもありがとうございました。ありがとうございました。シャワーヘッドを愛用させていただきます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。